カバネ姫は赤人吉和による日本の漫画作品。月刊少年ガンガンにて2005年5月号から2014年9月号で連載された。同名の読み切り作品が3本、連載前に掲載されている。テレビアニメが2008年10月から12月まではカバネ姫赤、2009年1月から3月まではカバネ期元のタイトルで放送された。 強い未練によって動くしたいカバネ、マイナスを狩るカバネの少女たち、それがカバネ姫。彼女たちは光こと衆の僧侶と契約を結びカバネを殺し続ける。彼女たちがカバネを殺す理由、それは光こと衆と結んだ三つの戒律のため。その戒律とは108人のカバネを殺せば天国へと行ける。一度選んだら途中退場はできない。 たとえ殺されても文句は言わない。人を殺すカバネとカバネを殺すカバネ姫。両者の戦いは激しさを増してゆく。そしてカバネ姫とその契約僧たちの悲恋を描く。声はテレビアニメ版単行本17巻初回限定特装版ドラマ CD への声の出演者。主要人物各地の守護最高位の僧侶たちとそのカバネ姫その他王。 大軍の頂点に立つものであり、権限した暁には大軍の力の源になると言われ、闇の太陽とも称される。呪物、五部大乗行天の本来の持ち主である、恩霊神。教師を復活の儀式に必要な五部大乗行天を扱え、かつ儀式に力を与えることができるほどの圧倒的な力を持った大軍の上位五体のカバネたち。大軍の中でも、 屈指の力を誇り、全員が、棺持ちでもある。七重正体は、幼女で主に七世の買い物などを担当していたらしい。また、北斗に対しては、妹のように可愛がっていた反面、星村薪奈に対して、北斗を取られたと嫉妬している面もある。カバネ呪術者未練と猛襲によって動く死体の総称。多くの場合、生きている人間を襲う。いわゆる、ゾンビや、 リビングデッドと類似しているが脳以外の場所を再生できる再生力を持っている。その生命力と身体能力は強く呪いの核となっている脳を粉砕するか体を完全にバラバラにするなど再生力を超えるダメージを与えないと死なない。生前の知性こそ存在するが生前は凶悪犯であったりと危険な性格を持つものが多く また、カバネとなった時点で知性とは別に理性を失い、殺人を楽しむといった狂気に支配されるものが多い、ため、大半は、目先の欲望に従い行動する。また、外見もその多くは、少女とかけ離れた姿と化しており、一般社会に溶け込んでの活動はあまり見られない。大半のカバネは人型を保っているが、一方で、ある程度強力なカバネの中には、 人体の一部が突出して肥大化していたりと明らかな異形となっているものも数多い。それらは通常のカバネとは明らかに区別され、呪い月には及ばないまでも強力なカバネとして認識されている。一般にカバネが生息する場所は死んだところや未練に関するところであり、これを応用して光こ都州では遺留品に宿った未練からカバネを探索するといったことも行っている。 また、カバネが好む場所としてあまりに多くの人間が死に、人が寄りつかなくなったために穢れた土地、意味土地が挙げられ、その場にあるカバネに力を与えることもある。さらに、特定の場所に常駐するカバネも存在し、その場合は壁抜けなどの特殊能力を持つこともある。通常は7、8年で自然消滅するが、稀に強い未練を生という思想に変質させて、 消失時間に抵抗する答えが存在する。故に、性を持つ、カバネの危険性は大きい。彼らは、ある程度物事の筋道をわきまえているため、短絡的行動を取ることがないが、それは同時に、自らの性を最優先するためである。カバネは、個々の抱く行動原理、未練にしか興味がなく、協調性にも乏しい存在であるため、大半は、単独行動が主である。 ただし、同時期に同じ場所で死ぬことによって未練を共有するか、強力な未練を持つリーダーに引きられることによって、一部のカバネは群れと呼ばれる集団を形成していることもある。強力なカバネをリーダーとする謎の一団。他のカバネの集団や道を踏み外した人間の呪術者たちも組織に組み込んでおり、スータの不死王を抱えるそのありさまはまさに質、量ともに、 史上最大のカバネの群れと言える。天章なき世界イコール死者の国の建設を目的としている。大元水系新言密教の一派。信徒数は約600万。空海の流れを組み、1100年の歴史を誇る。象徴する図案として三色波紋を採用している。競技に従い、カバネ姫を使ってカバネを買っているが、僧侶の中にはカバネ姫を 死に迷ったもの悟りに最も遠い存在、汚れとして見るものも多い。本山は愛知県産、磨くし。作品中ではなぜか、大元水系とする記述と大詩系とする記述とが混在する。ただし、光子と衆寺院の看板が描かれている駒からは、看板に大詩系と書かれているのが確認できる。式系統が、 上位形型の厳然たるピラミッド型組織となっており、それぞれ上位から大層上県大層上位、上県層上小層上県小層上大層図、県大層図、層図、県層図、小層図、県小層図,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 図、大立志、立志、県立志、という総会が定められている。なお、大層上位は、神聖魔生で65代目。しかし、 内部統制は一枚岩とは言えず、競技解釈や組織の運営方針をめぐって、主法派と主上派という二大派閥に分断されており、最高幹部である六人の僧侶たちもどちらかの派閥に属している。なお、前者は主に契約僧らによる現場重視であるが、後者は監査官らを中心とした統制重視であり、カバネ姫の扱いも大きく異なっている。 光琴衆が未練ある死体を使って作った、カバネ殺しの少女たち。イフと連敏と部別と嘲笑を込めて、カバネ姫、あるいは、不死殺しと呼ばれている。姫の名の通り、現在まで女性しか確認されていないが、それは、カバネ姫を作り出す、術法が、光琴衆の回想が亡くなった一人娘のためだけに、作り出した術であり、その術法があまりに難解であったために、 海祖の弟子の中にも、ついに完全に理解できるものは、現れず、その一部だけを流用した不完全なものに過ぎないためで、ある。その他にも元の対象の性別、年齢、性の巡りなどが近い死体でなければ、効果を持たない。光子都州の僧侶の一人と契約しており、契約者から離れると回復能力が下がったり、契約者の死が、自身の死と直結しているなど、 通常のカバネとは異なる点も多い。第三者がカバネやカバネ姫に触れると自分の死に顔が見えてしまうという現象が起きるが一定期間で治る。術法の効果によりカバネの頑強さだけでなく人間らしさも兼ね揃えており、その点がカバネとカバネ姫を分かつ境界となっている。切断された死すら即座に接着可能な高い再生能力によって 本来なら筋骨の断裂で得ることのできない人間の限界筋力を完全な形で引き出せ薬や毒が効きにくいという特性も持つさらに空腹にはなっても餓死することは基本的にはなく水のみで生存することも可能である光子都集には教師たる大僧上のカバネ姫を集中させることは不吉を自ら呼び込むのと同義という象徴がありそのため カバネ姫が他のカバネ姫と共闘することは少ない。極めて稀に呪いを持つカバネ姫も存在するが、使用した際にはしばし、清志望行きが定められるなど、その扱いは光こと州内でも慎重を持って行われている。あらすじの解律にもある通り、108体のカバネを倒すと天国へ行けるとされている。食事をしなければ、空腹を感じ、運動すれば、 汗をかき、入浴もすれば、トイレにも行くと、一応は生前と変わらぬ生態活動が行われているらしい。また彼女たちは、下着を着用していない描写となっているが、ちゃんと着用していることが単行本裏描写で判明している。なお、本編で生き残ったカバネ姫は、三神五木、高と秋らかがせおの三人だけである。カバネ姫と契約を結び、 カバネを滅ぼす職に就いた僧侶。総会が大僧図以上のものにしかなることは許されない。人数は光こと衆全体で約90名。カバネ姫と友情を超えた感情になることも多々ある。人と人を繋ぐ、目に見えない繋がり。運命や宿星と同義。この作品では、カバネ姫と契約像の縁は、生命のエネルギー、霊気をやり取りするパイプの役目をしており、 契約像が死ぬと縁が立たれ、カバネ姫の能力は激減することを大きく示す。この縁を感覚的につかむことが契約像の第一条件であり、縁をたどれば離れた場所にいる、相手の居所も探知できる。キリスト教のカトリック派の組織、宗教そのものではなくあくまで軍事力としての組織。本来は海外不干渉勢力だが本来倒すべき相手である。 バルコラキを逃がしてしまったこととそのバルコラキを光こと衆が捕獲し交渉してきたことで日本に干渉してきた組織の区分けが法事記事記に渡される十字架の色でされており日本に送られてきたのは黒で異例新罰審判者他にも青の生物研究等が存在する魔法少女カバネ姫の世界に存在する魔法少女アニメ またその主人公の名称。あらすじは、何の特徴もないごく普通の女子高生である主人公、無職、等子がある日萌え星の力を得て、多重萌え属性魔法少女、全部ノーズに変身する力を得て、敵を倒していくというものである。各話に登場する敵にはそれぞれ異なった萌え属性の、 弱点が設定されており、全部ノーズはその属性を自分に上乗せすることによって敵を倒していくが、次第に属性は自身の許容量を超えた全部乗せ状態になっていく。そして迎えた最終回では自身の燃え質量が限界を超え臨界点を達してしまうことを知り、地球を守るため自ら太陽に突入するという鉄腕アトムを彷彿とする終わり方をする。 作者曰く、萌えに継承を鳴らす内容でもあったとのことである。近畿限定のフィギュア、オルゴールの共鳴箱など、グッズもあり、光こと集内にも、敬意や金金などの格好たるファンもいる模様。ライバルは、呪術闘士、セダクフルセット。アニメではさらに派生作品として登場キャラを、デフォルメした、全部ノーズプチッと、が、主流となっている。カバネ姫赤のタイトルで、 2008年10月から12月まで全国有局系各局 BS-11 デジタル ATX にて放送された。2009年1月からは放送局はそのままで第2期としてカバネ期限が放送された。実質的にはニクール作品で全25話。なお、マキナタチカバネ姫と七世の対決をメインとしたオリジナルシナリオのため、 原作に登場している王や七恵以外の教師は登場しせず、原作とは末路が違う人物もいる。2巻での終了となったが、現 DVD 第4巻でイサキと水なぎ星の出会いを描いた未放映エピソードが収録された。ただし、第14話以降は、現、カバネ姫赤に関するカテゴリー、カバネ紀元に関するカテゴリー。ありがとうございます。